いよいよ今月8月24日から開催されます新居浜 SDGs アートフェスティバル。会場の新居浜市美術館では23日も朝から職員が展覧会の準備をしていました。 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、国際連合が目標としている人が人として生きるためにこれからの世界で実現しようとする17の項目のことです。この目標は日本だけでなく世界中の多くの国が一緒に協力して世界全体を良くしていこうとする持続可能な開発のためのグローバル目標です。今年の4月1日から6月30日まで SDGs 17の目標に関する作品を募集したところ、日本国内だけでなく海外からも応募があり、3978点の作品が集まりました。展覧会の準備も大詰め。8月21日からはいよいよ作品を展示室に吊るす作業が行われ、23日も朝から職員らが展示室で作業をしていました。子どもたちが主役の公募型展覧会新居浜 SDGs アートフェスティバル2019は8月24日から10月18日まで赤金ミュージアム2階新居浜市美術館で開かれます。子どもたちの素直な感性や自由な創造性を通じて生まれた作品をぜひご覧ください。